橋本先生と福井先生のご出身は東京です。先生たちは夏休みによく日本に帰ります。橋本先生は2019年12月に日本に帰りました。東京で歌舞伎を見ました。デパートで買い物もしました。それから新幹線で山口に行きました。福井先生は2020年の1月に帰りました。東京のレストランで美味しい日本料理を食べました。そしてバスで白馬に行きました。白馬でスキーをしました。温泉に入りました。でも橋本先生も福井先生も今年の夏休みに日本に帰りませんでした。また来年帰ります。来年、橋本先生は九州の長崎に行きます。福井先生は北海道に行きます。先生たちは楽しみにしています。